困難救助隊の初代隊長の黒田武博です。困難救助隊と言いますのは、結婚したい人は結婚できる社会にしてくださいというお願いを続けている動画です。今日はですね、2021年の令和3年は、3月の終わりの日ですね、3月31日、水曜日、もう夜9時ごろになるんですかね。いろんな音が流れてきますが、本当ですね、結婚したいのに結婚できない人がいるっていうのにもかかわらずですね、なんだかまた文春さんがですね、福原愛のですね、不倫疑惑、不倫疑惑も何もないでしょうね。不倫相手は実は妻子持ちだったとか、子供は分かんないですけど妻がいたとか、わけを本当にですねふざけるなですね、福原にしてもね、その男にしてもですね、ふざけるなですね。今見終えたのがですね、嵯峨野の月が死を誘うですか、ちょっとタイトルちょっと間違ってるかもしれませんけども、1988年の作品、私が21歳くらいの作品ですけども、いや非常にですね、山村美沙京都サスペンスですけど、非常に分かりやすい、シンプルな、ほとんど登場人物が、秋野陽子と31歳の頃のですね、あと26歳の頃の山崎千里、ちょっと2人とも女性の方がですね、あんまりこの何て言いますかですね、なんだろう、この個性派であってですね、なんか片方は元木もっくんにで、片方はなんか化粧でいろんな変身をしてしまう人みたいなですね、非常にこうなんていうんですかね、なんかすごいこの異次元世界のようなですねキャスティングなんですけども、で男が45歳の時の川崎健三というですね、この3人がほとんど登場人物だというですね、つまりあの川崎健三と、川崎健三は非常に優しい男なんですよ。でもともと東京で秋野陽子の役の女性と2人で、仲良く住んでたんですけども、また企業のですね、企業社会の当たり前だと思わせてしまう洗脳ですね、企業社会の洗脳である、単身赴任、出張か単身赴任か分かりませんけども、それでですね、川崎健三が、京都に、単身赴任ですよね、おそらくね。それでこうある日こうで、秋野陽子の役は中学校の先生なんですけども、1年 B 組のですね、1年 B 組っていうと、あの桜中学だったか何中学だったか分かりませんけども、あの岸田聡のね、モーニングモーニング君の朝だよ、モーニングモーニングですよね、君の朝だよの岸田聡とですね、はるかクララでしたっけ、クララハイジーじゃなくてペーターじゃなくて、違いますね、おじいさんじゃなくて、何の話だか分かんなくなっちゃうんですよね、途中で私もの、その1年 B 組のですね、女子教師、女性教師、女教師、助教師、それでですね、ある日、いい旦那だし、亭主元気で留守がいいって思ってたんですけども、ある日ですね、般若のお面をかぶった、女性がですね、その旦那をですね、こう竹やぶの中でこう手を引いて引っ張ってどっかに連れてしまう夢を見て、
こう寝汗をかきながら飛び起きたんですよ。それで、あ、じゃあ京都に行ってみようかということで、旦那の、単身赴任先にですね、社宅ですね、そこにこう入っていったら、女の口紅があったんですね、このね。それでこの問い詰めるんですけど、そしたらこのなんですかね、唐津健三役の旦那もですね、以前なんですか、ハーフポストじゃなくてなんかわかんないとんでもないなんだかわかんないマスメディアなのかなんだかわかんないような、なんだかわかんないですね、ネットにこのなんだか寝取られ好きの男みたいなね旦那で、旦那が自分がダメだから若い男を済ましてなんとかかんとかっていうとんでもないわけのわかんない腐ったクソ野郎みたいな家族をね、コロナの前は日本も平和でしたからね、ボケてましたから、まあ今もすごいですけどね、この厚生労働省ね、例のね、もうね、年金問題から始まって、この、どこまでこのふざけてるかわかんないね、23人がですね率先して夜の12時くらいまでですね、この何ですか、飲み屋でこう騒いでたとか、わけのわかんないこのね、このふざけてんのかっていうのがですねあったらすごいですよね。今度は千葉県のですね健康保険課とかわけのわかんない人たち4人が同じようなことをやっちゃって、夜中まで、で、ね、やってた居酒屋で乗っちゃったとね、なんだか国とか県がですね一般市民にこの自粛を要請しながら、自分たちはもう好き勝手に夜中まで送別会だそうですけどやってるというですね、これじゃあやっぱり少子化担当なんかね、少子化庁ですか、なんだかわかんないですけど、少子化大臣ですか、そんなのがあったって絶対にこの、あれですよ、この結婚難問題なんか真面目に考えてくれてるわけないですから、これね、卓球の愛ちゃんにしてもね、なんかこのまあね、なんだか、そんで夫婦別姓とか ね、女が会議が長くなったらとか怒り出したりね、別に長くだったっていいじゃないですかね。だからもう本当にね、男も女もバカなんですよこれね、普通はだって森会長だってね、まあこれ日本もね、これオリンピックやったら、変異株でね、日本沈没しちゃうかもしれないんでね、もう全体的に終わっちゃうかもしれないですけどね、日本民族がね。だけど森会長もね、83歳で何してきたか分かりませんけども、まあ表裏は別として、じいさんで83で頑張ってたんだから、やらせてあげてもよかったんでしょうけどね、だからやっぱりね、そのやっぱり女性を後継ぎにしてあげるってね、橋本聖子みたいにね、橋本聖子もね、男可愛がっちゃってね、和田アキ子ちゃんみたいにね、ちょっと唇と唇をね、まあ、唇ヌードの唇っていうのは高見知佳でしたっけ、まあ、そういうことで、私の方が悪い人間だと思われちゃうわけなんですが、よっぽどその綺麗事言ってる人たちの方が悪い人間ですから、だからね、森喜朗元総理もね、前日本オリンピック協会会長ですか、謝ることなかったんですね。あと夫婦別姓なんか別に夫婦併合制っていうらしいですけど、一緒にしちゃえばいいんですよ、鈴木佐藤義則さんとかね、佐藤鈴木萌子ちゃんとかね、それでいいじゃないですか。そもそもね、この名字とかこう名前が長くなれば長くなるほどですよ、だいたい暗記力が強くなるんですから、だって落語家しかできないし、10ゲーム五行の数字で、とかね、 3.14152 違うなとかね、
なんだか何の特技もないし私は本当ね、どうしてくれるんだって感じですけど、そういうね、そういう特技がね、このあるとね、川崎健三が演じたようなね、1988年の時のね、1986年のマリリンでしたっけ、2年後ですから、1988年にね、まあとにかくね、優しいんですよ、だからそしたらね、秘書の女性がね、山崎千里なんですけど、愛人にしちゃうんですね、まあ愛人になる方もなる方なんですね。このやっぱりね、日本の女性は男性がね、飼い慣らしちゃいましたから、あの援助交際女と枕営業女と不倫女にね、でイエローキャブですから、もう世界中ね、今コロナで自粛してるはずなんですけど、何やってるか分かんないですから、世界って。もう日本女性のね、イエローキャブという女性進出がですね、今じゃね、アメリカ行くとアジア系は危ないらしいですけどね、でこれ私だって本当のこと言うとね、これカットされちゃうんですから、おかしな世の中でしょこれ、本当にね、女性のねレベルをだって男性と女性がこうバカにしちゃってるんですから、バカがずっとバカになっちゃってるんですから、これ赤ちゃんだって生まれたくないですよ、だって生まれたら生まれたでぶん殴られちゃったりね、あんな柔らかいのにね、そんでなんか生まれそうになってもだって20万件近くね、20万人って言ってもいいでしょうけど、なんかね、こう抹殺されちゃうんですもんね。そんな男と女の日本人の世の中ですから、危なくてしょうがないですよねこれね、まあ多くは真面目にやってるから、あのなんとか私も暮らしてられるんでしょうけど、本当にね、逮捕されないですけど、やってることは本当にミステリーでサスペンスな人たちばっかりですからね、日本作りもね、だからガーファーとかもね、本当にこちらの YouTube さんにお世話になってますけど、これ本当のこと言うのをカットしないでほしいですよね、今までカットしないでくださって本当ありがたいです。本当にやっぱ現状をね、言わないと治りませんからこれ、そんで結局ね、山崎千里は山崎千里で、ちょっとなんか取りに行った時にね、川崎がね、そしたらこう突き落としちゃってね、秋の横をね、そしたら秋の横はアップアップだったんですけど、川崎はね、どっちも好きだからこうやって、飛び込んで泳いでね、助けてあげたらね、こうドスンと突き落としたこの山崎千里はね、こう苦虫面してたんですけど、ある日そしたら逆にね、京都のその山崎千里が一人で住んでるね、竹藪の家にね、夢にそっくりだったそうなんですけど、そこにこう行って、こう離婚届を書いたから、これで、父ちゃん帰ってきたら、この押してもらって、あなたには負けたよとか言って、で山崎千里こうね、ごめんなさい、あなたはお父ちゃん取っちゃってごめんなさいというか言って、その隙を見てこう首絞めちゃうんですね、でこう抵抗するんですけども、結局こう俺は死んじまったなになっちゃうんですね、山崎千里ね、まあ本当にね、山崎千里がの顔が怖いんですね、本当にこのさすが山崎千里ですね、一世を風靡しました人たちですからね、で秋野陽子はですね、ところがやっぱりね、京都独特のその東京と京都で違うっていうね、カーペットの大きさとかが違うらしくて、そういうトリックをね、さすが山村美沙さんですね、これ私ご本人はテレビでも見たことないですけど、娘さんしか見たことないですけどね、娘さんもテレビでしか見たことないですけど、京都はね、修学旅行、私中学高校と2回とも京都だったんですね。でも山崎千里のね、役柄の女の人はね、不倫女性はね、京都から出たことがないっていうね、人だったんですね、まあそれで、旦那帰ってきてね、外国からの出張から帰ってきて、こう
あれですよ、あ、秋のこの東京のね、秋の横のね、奥さん一人でこう、守ってるちょっと家にね帰ってきて怒ってね、お前が殺したんだろうって、その通りなんですよ。で旦那がね、もう分かっちゃうわけですね、そのカーペットの大きさとかそういうのでね、で身ごもってたんで、俺の子供もう殺しちゃっただろうとかいうことで、これはね母ちゃんかわいそうで、私たち夫婦って一体何だったのっていうね。ただそのそういう秋の陽子自体がこの父ちゃんが不倫しちゃったことで殺人犯になっちゃってるんですね。この複雑さですよね。だからこの、不倫というのは複雑さしてしまうので悪なんですよね。それをね、マスメディアとかね、そういうなんかね、偉い人たちはね、もうあらゆる偉い人たちは、まああと頭の足りない人たちは、あの庶民はね、頭の足りない庶民はね、あの立派な庶民も立派な人もいますけど、私が言ってるのはそうじゃない人たちのことですから、全員が全員じゃないですから、ここを勘違いしないでください。それでやっぱり優しさはあるんで、川崎翔一郎が俺はもう、どうしていいか分かんないけど、ちょっとお前のことは殺人犯だって言わないっていうことでね、それだけがお前に対するこの気持ちだけれども、俺は離婚届けてお前とは別れんだって言って、こうスタスタとね、市役所か町役場か市役所か区役所か分かんないですけどね、そこ東京ですからね、そこ行こうとしたら追っかけてくるんですよ、こう走ってね、追っかけてきてね、待って離婚しないでって言ったら、これもねちょっと飛び出しちゃってね、車の人もまた加害者になっちゃうというね、もうこうなんだか連鎖ですよね、車にひかれて死んじゃったっていうことでね、で妻と愛人両方こう何ですか、不倫をしたばっかりに、立て続けに両方とも死んでしまったということですね。それでこう妻のこう死んだと意識がなくなってしまって倒れてた、ただ血も何も流さないんですね、そのなんかこの、血だらけにもせずですね、ただこう、あざも何もない演出でしたけど、よく分かんなかったですね。それでその遠くから振り向いて川崎翔一郎が、すごくこう悲しい顔をするという、そういうラストですけど、まあ、非常にねそういうふうに不倫などをする人間はもうみんな不幸になってしまうという、非常にこの水戸黄門に近いですね、陰謀を出したら完全懲悪、悪は滅びる。で川崎長一郎がその悪の発端なのに一人だけ生き残ってしまうと、好きだった愛人も奥さんも二人とも死んでしまうと、なるほど、だからね、やっぱりそういう世の中にならないと、やっぱりね悪がはびこる世の中になっちゃっているから、日本って国はねもうどんどんこう人口が減り続けて、もう日本沈没と、やっぱりね、そういう本当にね、心が汚れちゃったんでしょうね、日本人っていうのはね、本当にね、まあ、とにかくね、結婚したい人は結婚できる、それでもね、信じて、素晴らしい人はまだ残ってると信じて、結婚したい人は結婚できる社会に、本当に、そういう滅びゆく人たちもいますけど、結婚したいのにできない人は結婚できる社会に、そういう人と人が信じ合える社会にですね、日本がまだ、滅びないように、なんとか、お願いしたいなと思いながら、2021年の令和3年の R3 のですね3月を終わりたいと思います。